新井崎神社は、京都府与佐郡稲町荒井にある神社、除福都来の地として有名である。創建年代は、平安時代、998年7月7日とされているが、記録としては、文六年間に建立された社を、1671年4月再建に着手し、同年9月16日に完成している。その後、石段をはじめ境内が整備され、 現在の建物は1961年4月、本殿の修理と上屋が再建された。除服上陸の地の、日日本全国に残る除服に関する伝承の一つとして、新井崎神社にも由緒ある伝説が伝わっており、新井崎神社の祭神となっている。除服は、旗の始皇帝に、不老不死の薬を探し求めるよう命じられ、海を渡って荒井崎の地にたどり着いた。 探したものの、なかなか見つからなかったが、そうであろう、旧説の勝負と黒系のよもぎを探し当てた。しかし、海が荒れるなどして帰る機会がなくなり、荒い崎の地で成仏することになった。ジョフクは当時日本より文明が進んでいる中国から来たことで、産業にも力を入れたので村人から慕われた。海から漂着した人であることから、漂着地点に近い新井崎神社に祀られ、 現在でも、信仰の対象となっている。除服が求めてきた、神はというのは、旧節の勝負と黒系のよもぎであると、されている。黒系のよもぎはから、よもぎと言い,い、普通のよもぎと異なって、葉の裏の白髪が少なく、よもぎ餅を作るのに適する。成長するとモグサになる。新井崎神社周辺の新井崎海岸に、現在も自生している。ありがとうございます。